昭和58年度芸術祭大賞、鬼滑野崎健介は、日本の記録映像作家、島根県の義軍白田町生まれ、1952年より心理圏映画で、劇場用ニュース映画、毎日世界ニュース、1956年には、中日映画社に移り、中日ニュースのそれぞれ企画、取材に従事する。1960年、 泥海の悲劇伊勢湾台風の記録を発演出。中日映画社ではニュース部長、短編部長を務めながら監督。その後、3話映画社の代表取り締まり役を経て、1975年よりフリー。フリーとなってからは RKB 映画社、三洋映画などと契約して、終作を生み、受賞も数多い。鬼すべとかけるできねマ順邦文化映画ベストワン。 前者は芸術祭大賞を受賞。海底炭鉱に生きるで毎日映画コンクール教育文化映画賞を受賞。著書にある芋の職人の77年がある。ニュース映画の企画、取材から出発して記録映画の演出に転じ、第一作はニュース種の泥海の悲劇伊勢湾台風の記録である。ついで東北地方の知史を題材として数本を演出し、 1979年、大型河川、22万ボルト新鹿児島線を作った頃から建設工事の記録を手掛けることが多くなり、このジャンルに収作がいくつもある。海峡にかける50万ボルト関門連携線、ヘドロに気づく大型基礎22万ボルト、木詐欺線は、共に困難な工事の建設過程を、 一般の監修にも分かりやすく、しかも科学的な正確さを保ちながら親しめる工事、記録映画としている点に特徴があり、風船と無停電工法、超高圧変電所の GW 撤去には、一脈のユーモラス効果まで描き出している。この工事建設記録の系統はついに1987年の、かける本市京小島、境出ルート大ブロック仮設の記録につながってくる。 鉄やコンクリートや巨大な機械から電気など、それ自身は動きを持たない、被写体を相手に工事に従事する人々の作業、周囲の風物、そして巧みな線画を加えながら、いつも映像としてのリズムを持っているのが彼の作品の長所である。しかし彼は建設記録だけに目を向けているわけではない。新宝の島では、玄界灘の小島沖の島で発掘された古代遺跡の 研究を取材し、古い日本人の朝鮮半島や中国から受け取った文化を探り、日本人の祭祀、信仰の原型と変化を示唆している。また、鬼すべは、太財府天満宮に伝承されている古来の祭りと儀礼の現在の形を正確に記録した映画である。ありがとうございます。